洋戦争末期にですね、沖縄陸軍病院という沖縄守備隊という第32軍という部隊がありまして、その直属の病院部隊ですね、が作った号なんですけれども、もともとこの沖縄陸軍病院というのは熊本県の方で編成されて、その後沖縄県那覇市の方で医療活動を始めました。で、那覇でですね、重々空襲という那覇大空襲が起こりまして、で使っていた病院施設が全て焼け落ちてしまったんですよ。でそのために早原町の方に移動してきて、早原国民学校という学校の校舎を使って医療活動をしていたんですが、この艦砲射撃に耐えるためにですね、この小金森っていう山一帯に横穴号群、このような号を30本ほど取ったんですね。あちらの方が第1外科号群になっています。先ほどご覧になっていた24号号がそちらになります。こちらが第2外科号群で、早原町の役場の方にあるのが第3外科号群といって、で第1外科が内科で、第2外科が外科になっていて、第3外科が、第1外科が外科、第2外科が内科です。第3外科が伝染病科になっていました。でその中の一つがこちらなんですが、ちょっと説明版の方を見てみてください。よろしいですか。こちらですね、大体70メートルの距離があります。で曲線になっていて、こう真ん中十字路があるんですけど、こっち手術場になっていて、この手前が勤務者室ですね。軍医さんと衛生兵と看護婦さんの方々のベッドが、寝台がこちら側、左手の方に並んでいました。で手術場の十字路を隔てて、こちらが病室ですね、患者の病室。病室、十字路で区切られていて、勤務者室というふうになっています。で私が指で指し示しているこの範囲、この範囲がですね、当時の壁面が残っている箇所になっています。焼け残っている鉱木ですとか、あと黒く焼け焦げた壁や天井などを見ることができます。でその他の場所はちょっと補強工事がされている当時の壁面ではないんですね。でこの十字路の方は隣の19号号と21号号につながっているんですが、現在はちょっと先は崩落していて進めないという状況になっています。一応十字路の方は確認することができます。でこちらですね、天井に漢字で漢という字が刻まれていて、朝鮮人の兵士が刻んだ文字があったんですが、これちょっと風化が激しくなっているので、現在はちょっと懐中電灯で照らして見ることはできなくなっているんですが、これを見てしまうとちょっと懐中電灯の光で乾燥してしまって、どんどん崩れ落ちる危険があるものですから、こちらはちょっと確認することができないというふうな状況になっています。で中からですね、この入院患者のものと思われる石鹸箱と筆箱と防毒マスクの吸収管なども見てますね。で現在の出口である東口から埋められた医薬品というのがあるんですが、これはこの沖縄陸軍病院が南部の方に撤退するときに持っていくことができなかった薬品類などをこちらに穴を掘って埋めて隠していたということが言われています。この再現された展示が中にありますので、そちらも見ていきましょう。では入っていきましょうか。そろそろましょうね。出口では東口から出動したものをこちらに再現しています。このように深さ1メートルほど、直径3メートルほどの穴を掘っていて、南部に関して持っていくことができなかった薬品などを隠していたんですね。手前にあるのが点滴用のブドウ糖液ですとか生理食塩水などになります。あとアルコールとか、あと顕微鏡なんかも出てますね。でこの薬剤のこの瓶の中に液体入っているのが分かりますでしょうか。これは当時の薬品そのまま残っているんですね。穴から出てきたものをちょっと洗ってこちらに置いているんですが、中に入っている液体は当時使われていた薬品そのままというふうになっています。これを使ってこの棒は掘られています。全てもともとあった自然の洞窟ではなくて人工的に掘られたものですね。壁にこのつる足ので引っかいたような傷がたくさんありますので、こちらも確認してみてください。ゆっくりゆっくり前の方にお進みください。あと天井時折低くなっているところありますので気をつけてくださいね。頭をぶつけないように注意してください。先頭の方ちょっとこちらで待機してもらってよろしいですか。天井気をつけてくださいね。天井低くなるところありますので、ゆっくりゆっくり天井と足元気をつけてお進みください。大体横幅180センチ、縦も180になってますね。はい、僕が立っているところから
が当時の壁面が残っている箇所になります。じゃあちょっと壁の方を観察しながら進んでいきましょう。近隣住民の方々と国民学校の生徒さんたちの力で掘られたというふうに言われています。大体掘られた期間として5ヶ月間ぐらいで掘られたというふうに言われています。土の材質としては砂岩と泥岩が主になっています。比較的こう柔らかく通りやすいんですが、まあ、逆に言うと脆くて崩れやすいっていうのもあります。砂岩と泥岩の最後の方ちょっと穴が開いている箇所があるんですが、これは鉱木の穴ですね。当時の鉱木も残っています。琉球松という松の木をですね、門のような形に組んで鉱木として豪華崩れないように補強していたんですね。それらの多くはほとんど火炎放射器の影響で燃えてしまったり、こう戦後になって壕の外に持ち出されてしまったりというような状況で、今では残っているんですが、ちょこちょこ鉱木も残っていますね。で、鉱木のような左右対称になった相手の方が多いかと思います。ゆっくり観察しながら進んでください。でこの壁は天井黒くなっているのが分かりますでしょうか。先ほどもお話ししたんですが、火炎放射器の影響なんですね。沖縄陸軍病院が南部に撤退した後に米軍がこの壕の中に火炎放射器を持って火を入れたときに、この鉱木ですとか、あとカーテンとか毛布とか燃えやすい可燃性のものが全て燃えてしまって、この壕内が火災のような状況になったんですね。それで鉱木も炭化していて、で壁も黒く透けているという状況です。場所によって肌色っぽい箇所とこの黒く透けている箇所があるんですが、もともとの色はこの肌色のような色とというふうに考えてください。これが火炎放射器の影響で黒く透けているんですね。